はい、こんばんは。何それ、こんばんは。なんでそれ急に出したんだよ。何今日は、え、急に。いや今日何じゃないわよ。何なのよ今日。ほら雨じゃない。なんで今日は車でゆっくりまったりしようかなということです。でもまあリアルを探していこうということでね、これがリアルです。いいね。すげえ汚いけど、いやこれがリアルなんだよね実際ね。とりあえず今日車でまあまったりしていく動画を撮っていくんだけど、まあ、俺らもう車くつろぎのプロやから、今日はねいいくつろぎをお見せしようと思うんだよ。題して車から一歩も外に出ないでくつろいじゃおう雨の日大作戦。ダサ。ということで、お腹減りましたか。腹減ったね。まだやったことないんだけど、まあ今倉庫前に止めてるわけよ、いつもの倉庫前に、うん、ピザをね宅配指定してこのキャンピングカーに届くのかっつってやってみたいな。ここに、そう、まあ、住所は別にここにあるから、うん、この住所入れてキャンピングカーにいますみたいな。あ、なるほどね。そう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 、二次校にね。そう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 、うん、もちょっと面白そう。そう、多分いけると思うんだけどね、うん、そのピザ食いながらなんか映画でも見て、え、雨の日のやった、あ、雨音を楽しみながらくつろいでいこうかなと。何見る、いや何見るか。ホラーじゃない。ホラー、冬は、冬は、冬じゃないけどな。もうちょっと夏近いけどな。ピザ久々。いや、めっちゃ久々よ、俺ら。久々。はい。おー、いろいろあるで、ピザ。いや、ちょっと今気になっちゃうけど、何がいいかしらね。やっぱカニもいいし。でもやっぱさ、私、もちメンタ好きなんだよね。やっぱまた今回も半分にしていく。ハーフ&ハーフにする。うん。はい、ありがとうございました。どうも。すいません。ありがとうございます。ということで届いちゃいました。倉庫前のキャンピングカーに、ちょっと近寄っていいのかなみたいな感じだったけど。そりゃそうだよね。一応もうノックとかじゃない前に、うん、俺がもう車の音でパッて出たけどね、うん、ということでゲットしました。お腹すいた。食べましょう。食べましょう。食べましょう。じゃあいきまーす。はーい。オープン。うわー。わー、匂いが、香りが、かぐわしい。いただきます。はい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 、はい、早いな、山。他にもあるやろ、こっち、ほら。あ、これ開けたい。うん、ポテトも開けり。いい？うん。じゃじゃん。うわー。はーい。サービスポテト。はい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 。はい、説明してるからな、今な。はい、こんな感じのポテイトです。これは、ただ、クーポンのやつですね。待てない、待てない。待てができないワンちゃんがいる。ワンちゃん、これかけてくれる？香ってるわ、すごいね。ああ、香りが。続いてこのエクストラバージンオリーブオイル、美味しそう。わお。そして海苔を入れます。はい、散らしちゃってください。いいね、やっぱ和風ピザは海苔だね。この転生の通り切ったのに出ないんだけど。ん、この転生の通りに切ったのに出ないんだよ。なんだろ、これよりちょっとオーバーめに切ってるのに出やしないよ。転生通りじゃ出ません。もっと深くいきましょう。こいつ、はい、今宵の夕飯です。じゃあお酒から乾杯しようか。わーい。エアメガハピクルサーで、これがレモンドーでございます。今ね、俺酔っていつもね取りたかってんけどね。危ねー、もうすって開けやがった。お前、じゃあこれはまあ寄るけどね、うん、開けてあげるよ。いい、これ俺がちょっとこの音をねお届けしたいから。やめろよ、お前、音取りたいんだよ。じゃあ乾杯しましょう。お疲れっす。乾杯。さあ、お食べなさいな。いただきます。はい。わあ、すごい。おお、持ち方よ。持ち方よな。そう。はい。いただきます。うん。おお。うん。うまいらしいです。うまい？うん。よかったよかった。何したんだっけ、モッツァレラなんとかっていうピザにしました。はい。いただきます。こちらです。うまい？ねえねえ、うまい？うまい。もうトレビアンって感じです。いや、久々のピザうまいな。うまい。マジで、うん、やばい。このさ、車から出ないダラダラ感やばくない？要はベッドの上でもうグータラグータラピザ頼んで食ってるみたいな感じだね。明日から痩せようぜ。明日から？何回言ったかな。明後日くらいする。そうだな。あんま追い込まない方がいいな。はい、この後映画見ようって言ってたんだけど、これをねどうしてもカバンにつけたいらしい。なんかカービィのワッペン、なんかねアイロンでつけられるらしいんだよ。どうも、さあ、キャラクターも多いなお前。トイストーリー、モンスターズインク、カービィ、カービィ、カービィ、どこにつけようかな。決めた方がいいね。なんかね、これはね、なんかアイロンでねペッてつけられるんだけど、説明書読んだら当て布した方がいいって書いてあって、ファンケッチがないの。で調べたらね、クッキングシートでもね、当て布がの代わりになるって言ってからね、これを使っていくぞ。アイロンはないんです。ヘアアイロン使います。
いた。追いつきました。めっちゃ濃いよ。かわいい、うん、チャムスのバッグの裏側の右下、ワドちゃんとカービィです。イエーイ。ヤワッペも晴れたってことで、うん、映画をちょっと見たいんだけど、いいね、今日ね面白いもんがあって、うん、これプロジェクター、うーん、めっちゃちっちゃくない？ちっちゃい、もうスマホみたいな。確かにそれポケット Wi-Fi とかね、そんぐらいのね、そんぐらいの大きさ、うん、そう、俺の携帯だけど、俺の携帯よりもちっちゃいじゃない。あ、本当だね。でも俺ら車中泊多いからさ、持ち運びできたいじゃん、うん、いやそりゃそうよ、うん、キャップとか外使うとかあるし、うん、プロジェクターってもっと でかいものを想像してたから、ね、いや確かにね、分かる分かる、会議で使えるやつ、うん、そう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 。一応ここになんかマウントつけられる穴があんのよ、カメラとかによくあるやつ。本当だ。でこのマウントがついてて、あ、三脚？そう、三脚。へえー、すごい。俺一応これ少し使ってみたんだけど。あ、そうなの？いや、まあ初めて。初めて。びっくりするで。でもさ、なんかわかんない、買ったことないけど、プロジェクターってさ、なんか綺麗に映んの？いや、そうなんで、俺もだから最初は結構ぼやっとしてた。あるあるある。まあ、場所にもよるかもしれない、映す場所にもよるかもしれないけど、うん、これ綺麗だったよ。へえ、うん。基本白いとこだから、うん、もうここ。あ、ここ？このシェード。へえ。ここにちょっと映してみようかなと。すんの？まあちょっとわかんない、あの一応ピント合わせられるから。あ、そう、うん、とりあえず様子見したいよね。まあそう、これつくのかみたいな、うん、あ、ちなみに充電式です。このまま使えるっていう。じゃあとりあえずスイッチ入れてみます。じゃあ見てて、びっくりするから、うん、もう入れたから今ので。ちょっと変な音はしてるね。そう、ファーちょファンがね。あ、来ました。あ、アンドロイド、え、めっちゃ綺麗だね。めっちゃ綺麗だね。俺もここには映してないから初、うん、はい、なんか出た、出ました。インターフェースが開いたんだけども、あとはちょっとこう角度は自由運題なんでね、へ、自分の好きな位置にこう合わせれると。めっちゃ見やすいんだけど。めっちゃ綺麗だね。ごめん、ちょっとね、あのカメラだからね、あのアイコンとこがすごいチカチカチカってしちゃってるんだけど、実際はねすごいね、普通に綺麗、超綺麗だね、うん、なんかね最初からこの辺の王道アプリみたいのは入ってるっぽい。あー、もう入れといてあるんだ。そう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 、だからこっからもう自分のアカウントとかでログインすれば見れんの。 YouTube なり Netflix なり、すげえ、アマプラとか見れちゃいますよっていう話らしいですよ。はよ見よう、はよ見よう、みたいね、うん、これさどういう原理だみたいな。これマウス直なのよ。わ、ほんとだ。あのいわゆる Wii みたいな。あー、ポインターがね。そう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 、ポイントが動いて、すごい、リモコンでいけんのよ。面白いでしょ。でもこれ動画ダウンロードしとくやん、うん、アマプラとか、うん、ダウンロードしとけば Wi-Fi がない時でも投影できるわけ。ああ、なるほどね。そう、使ったりもできるよっていうものらしいっす。へー、うん、とりあえず、まあ、今回はうちの Wi-Fi につないで映画を見るためにね、お菓子とかも買ってきてるから、イエーイ、うん、でちょっとさ、ここには映したけど、俺はもうもっと映したい場所があるね。さあ、ポップアップを上げていく。はい、じゃあポップアップを広げたんだけど、うん、ここにね映してみたいの。一応キャンプとかでタープとかテントにも投影できるらしいんだよ。あ、そうなの。でこれ一応テント生地やん、いけんじゃねみたいな。大映画館シアター出せんじゃねみたいな。ちょっとやってみようよ。楽しくない、うん、ここに映ってたら、はいはい、こう寝っ転がりながら見れるもんね。ちょっと試行錯誤した結果なんですけど、はい、今回はあの三脚でなく、これ、うんうんうん、これがいつも使ってるこういうねマウントがあるんですよ。うん、これ使ってみようか。じゃあこれセッチングしてみよう。ということで、ちょっと見たことない異空間が完成しました。こちら、じゃじゃーん。やったー。あんなところに投影されてます。じゃあこれ電気消すからマジ面白いんだって。見てて。いくよ。わー。ほら、ちょっと右のベルトが被ってるけどね。ここでこうマウス操作していくわけよ。はよはよ。ちょ、俺の YouTube 出さん。はい、出ましたけど。面白い。面白くない？俺のチャンネルがここに表示されてます。じゃあこの快眠経験行くか。音とかどんな感じなのかな。おお、びっくりした。おお。一人だとマイナス4度まで対応しております。面白い。やめてよ、もう大きい画面で。ヤマメの毛穴まで見えるね。音は何？そっから出てる。あ、音はね、ここ本体から出てるっぽい。うん。っていう感じです。え、これ映画めっちゃ楽しそうじゃない。見るべえ。じゃあちょっとテーブル動画これどかそう。そして今回なんと映画のお供に、イエーイ、こちらの海苔塩ポテトを買ってきました。今チャック付きでめちゃくちゃ、お前さマジでこれ切ってこうチャックで止めれるもんって紹介しようと思ったのにもうすでにチャックしてやったおい、これマジこういうのいらないんだってお前。はい、じゃあこんな感じでね、運転席とかの後ろにもたれかかってくつろいでおります。やめましょう、下顎を隠しておりますでもこんな感じ、やべえ、超くつろいでる。めっちゃよくない？めっちゃくつろいでる。じゃん、おーおー、いいやんか。めっちゃよくない？ね、ダラダラしながらお菓子食いながらホームシアターです。
最高だよ。てか角度がちょうどいいね。なんか動画ちょっとね、なんかいろいろ見れるわ動画。おお。どうほら、ちょっとここだけほら、おしゃれにやったじゃん俺ら。こっちのポテチをね食べながら見る。なんか変な感じする。うん、これ面白。どうするそれで東京グルでいいん？なんでもいい。なんでもいい？うん。じゃあまあちょっとこんな感じで。映るんで映画を一本二人で楽しみたいと思います。イエーイ。はい、ということで今回は東京グール楽しんでみましたけども、山さんは最後まで見ることはついに今回もできませんでした。結局寝ちゃってるっていう。もういつもじゃない？え、最後までちゃんと見れた時ある？あるよ。ないだろうお前。じゃあもう普通に寝る、うん、そろそろ歯磨いて。だいぶ楽しかったね。でもね、プロジェクターっていうちょっと新しい楽しみ方をして生音を聞いて寝るっていうのもまたいいですよね。ほんなら電気消すけど、おやすみなさいませ。足がお前。はい、おやすみ。いやーざーざー。はい、じゃあおはようございます。おはようございます。今日は晴天です。晴れ晴れしてる、ね、晴れ晴れしておりますので、あの昨日は雨だったからちょっと車の中でぐーたらぐーたらしてたんだけど、今日ちょっと出る用事があるんでちょっとリンク準備をいろいろしてましたと。いやーお家にいたい。お家にいたい派なのか。あ、そうか。寝るな寝るな寝るな、今やっと起きたんだから。もうこそ大変なんだからもう。でこれね、昨日見てた小型プロジェクター、うん、なんと軽キャンピングカーでもなんか楽しく使えたという。そう、まあキャンプとか外でも使えるから、まあ、もし気になった方いたら説明欄にリンクありますんで、よかったらチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上。バイバイ。バイバイ。